はいフリーライターの今,一章です、えー、今日もですね子供を守るという趣旨のもとこのチャンネルを、えー、運営しているのでその一つの事例としてジャニーズ問題なら、えー、びにですね子供が働く現場で、えー、傷つけられないようにするにはどうしたらいいんだろうということを考えていきたいと思います。というわけでですね えー、こんな記事から始めます。週刊女性プライムが3月22日金曜日に発信した記事ですね。えー、竹沢秀明が率いる芸能事務所 2B が東京ドームで所属アーティスト全員参加のライブを開催したと。まあ、これはみんなあのファンの方はご存知だと思います。あの2ヒーローズってやつですね。で、えー、スポーツ記者が言います。 3月14日から4日間で計22万人を動員しました。最終日の3月17日の公演は Amazon プライムビデオでも配信されました。えー、チケットが取れず配信を楽しんだファンも多かったようですと。うんえー、なるほどね、えー。4月26日からはライブの模様がアーカイブ配信されますと言ってるんだけれども。 景気いいですね、商業的な成功ではあるものの、ただし、ですね、この記事はこういうふうに続きます、2023年は、つまり去年は、ジャニーズ事務所の創業者、ジャニー北川の加害問題が公となって、混迷を極めた1年だった。事務所を離れるタレントも続出。 えそれは s m i l e −ップ旧ジャニーズ事務所を離れるタレントも続出し、男性アイドル帝国が崩壊へと至ったが、滝沢にとってはチャンスの1年だったはずだと。そして、テ,テレビの雑誌ライターがいます。えー、ジャニーズ事務所はこれまで各テレビ局に競合するアイドルの起用などをしないよう圧力をかけていたとされています。女帝と言われたメリー・北川さんが亡くなった後も。 そうした体制に変化が見られなかった。こうした影響を 2B も受けていた。2B とスマイルアップっていうのは違う会社ですからね。えー、ジャニーズ事務所を辞めた竹田秀明が作った会社が 2B ですからね、えー。それがここに来て崩れ去ったわけです。今年に入り、2B のタレントが地上波のテレビ番組に出演をする機会も増えてきていますと。なるほどと。 で旧ジャニーズと決別通し、新たな道を進む。しかし、こんな声もある、スポーツ紙の記者が言います。ジャニー氏の後継者として指名されていた滝沢さんですから、ライブはそのジャニーイズムが垣間見えた部分もありました。特にまだ幼い研修生グループ、ウインクファーストが登場する場面は、ジャニー氏の手法を彷彿とさせましたねと。 これ結構大事なことです。なぜならば、えー、ご存知ない方は覚えておいてほしいんですけど、滝沢秀明さんは昔タレントでしたね。ジャニーズ事務所にいました。えー、そして、ジャニーズアイランドという会社の社長をやっていました。その後、タレントを辞めた後。んで、ジャニーズアイランドって今、アネックスっていう名前に社名変更してるんですけども、 まあ、ジュニアの育成を担当する会社です。で、その会長は誰だったか、滝沢秀明さんが社長時代の会長は誰だったか、ジャニー喜多川なんですよ。だから、今は旧ジャニーズ事務所スマイルアップというふうに社名変更されているけど、そこの副社長も滝沢さんやってたわけですね。だから当然だけれども、えー、ジュニアっていうのは、これからスターになるかもしれない。 まあ、あの子どもたち、小中学生を育てているのが、えー、ジュニア育成事業のジャニーズアイランドだったわけだけども、えー、ジャニーズアイランド自体はジャニーズ事務所のいわば子会社、グループ企業ですよ。なので、そこで、えーまあ、なんていうんだろうな、まあ、子どもたちを育成するノウハウを蓄積して、そのゥー 2B って会社を設立し、 えー、ジャニーズ事務所をまるまるやめて、ゥー b ーって会社を設立するわけです、滝沢さんがね。だけど、旧ジャニーズ事務所は、抽、え、象、ー、的ではあるものの、えー、再発防止策っていうのを一応は打ち出してます。た例えばけんあの、こういうことやっちゃダメってことで、人権のための研修を行うとかっていう、じゃあ、どんな研修って言われると、さっぱりそれが書いてないので。 まあ再発防止策としては曖昧なんですよ、ねあの、旧ジャニーズ事務所、今のスマイルアップは。じゃあ、2B はどうですか、ジャニーズとは違うところを見せたいんだったら、当然だけれど、私たちはここまで具体的に、えー、ちゃんと、えー、あの子供を傷つけないための、ね、防止策を持ってますよってはっきり言う必要があるんです。これはもちろんんに限りません 未成年タレントを働かせている芸能事務所だったら、どこもやるべきことです。そうしないと、えー、子供は安心して働けないし、えー、子供を預けている親御さんたちも安心できないはずです。それだけじゃありません。えー、社会的にもね、別にファ,ンだファンとか芸能とか全く関係ない、一般市民にとっても再発防止策がない。まあ、少なくとも、ね、あの子供を傷つけないための、 対策を公表してとい,いうことは、それを守るうー、何か守るべきものがないんですかっていう話になっちゃうと、普通にに社会的信頼を持ちにくいですよねで。しかも元ジャニーズでしょっていうふうに滝沢さんは言われてしまうわけだから、当然だけれど、ウィンクファーストか、11.6歳平均年齢、平均年齢11.6歳の幼い子たちがこれから活躍しようって時の障害になってしまうんですよ。 僕は別に滝沢さんやウィンクファーストが憎いわけではありません、むしろ逆です。彼らが安心して仕事をする、ウィンクファーストが安心して仕事をするためには、世間に対して、社会に対して、2B はここまでちゃんとあのなんて子どもたちが傷つかないような対策をとってますよっていうのを、あらかじめ発表しないと、つまり公式サイト上で誰もが見られる形で公表しないとですね。 仕事渡しにくいってことなんですよだって元ジャニーズだからです、あの滝沢さんが。元ジャニーズで子供を育てる事業の責任者だったわけです、社長だったわけだから、あのジャニーズアイランドに関してはね。だから、結局そ、のその色眼鏡で見られてしまいかねないと、ウィンクファーストの活動も制限されてしまうんだよ。そこをね、ファンの方も理解すべきなの。 ちゃんとウィンクファーストでも、ね、幼い子たちだけども、彼らにやる気があって、ね、あのその仕事以外で傷つけられることがないというふうにあの、安全環境にいるんだっていうことを示す担保としては、会社として 2B がちゃんとうちはジャニーズ事務所とか他の事務所とは違って、ここまでちゃんと具体的に、えー、子供が傷つかないような仕組みを作っていますっていうふうに発表するべきことなのね。 そうしないと、ファンは盲信してるから、きっとこういうあの、いわば再発防止策はあるはずだっていう人いるけど、その根拠はって話になるわけ。ね、いや、滝沢さんがいい人だから、いや、滝沢さんがいい人か悪い人か関係ないの。そうじゃないんだ、僕は何度も言ってるけれども、彼がいい人か悪い人じかじゃなくて、会社としてちゃんとそういう再発防止策が具体的に示されないと、逆に示しておけばこそ、ね、あの、 なるほどここまでやってんのか、監視カメラも置いたり、なんとかやったりとかっていうふうに、ちゃんと具体的に点検項目リストになっていて、ああ、なるほど、スマイルアップ9ちゃんに事務所とまるで違うよねってなって初めて、親御さんもそうだし、仕事を提供する企業とかテレビ局も、安心して仕事を渡せるわけよ。だから、ここまでちゃんとやってますよの、のここまでが見えないから、 ね、あのいろんな批判とかこういうさ記事が出ちゃうわけ、だからこういうふうに不安,し不安がられないようにするためには、一刻も早く 2B は、ね、子供を守るためにここまでやってますっていうのをちゃんと公式サイトで出すべきなんです、それ,ないそれでないと割を食うのはウインクファーストなんです、そのね、やっぱビジネスの信頼っていうものの論理をね、えー、誰もが理解する必要があります。 というのはそもそもそこなんだよね。ビジネ,ビジネスと人権に関して、えー、そもそもジャニーズ事務所がおかしかったわけだよ。そこの反省をちゃんと滝沢さんは自分なりにやってるんだなっていうのを見せないとまずいってことです。でみんな思い出してほしいので、同じ週刊女性プライムが去年12月27日に出した記事をちょっと読んでみます。ジャニーさんはハワイで欲望丸出し、滝沢秀明ら、ジュニアをホテルに囲い込み、 『2B 密着』でよみがえるインソートツアーの記憶,記憶っていうね、タイトルです。2023年12月24日のクリスマスイブからアベマで無料配信をスタートさせた 2B の夏休み、ハワイ独占密着新たな決意。滝沢秀明氏率いる 2B 所属タレントの素顔が垣間見える全4回120時間にわたる密着映像だ。 参加するのは元キンプリの平野翔、岸優太、神宮寺優太が結成したナンバーアイ、元 V6 の三宅健に元キスマイフット2の北山博光、そして旧ジャニーズジュニアのユニット、インパクターズからグループ名を変更し,たででで変更してデビューした IMP の6人。この 2B による大型企画と豪華メンバーを牽引するのはもちろんタッキーこと滝沢秀明氏。現地でショッピングを楽しみ、 ジェットスキーやバナナボートなどをマリンアクティビティに挑戦したりと、ハワイではしゃぐ少年たちの姿は、ファンファンまあ、少年でもないけどね、もう、ファンにとって楽しみな年末年始になるのは間違いない。ところが、ところがですよ、どうしてもジャニーさんのハワイツアーを思い出しますねと、えー、長年にわたって旧ジャ,ニーズ取材ジ,ャジャニーズを取材するベテラン芸能ライター、ね。 旧ジャニーズ事務所、現スマイルアップ、ね、にとってハワイは縁,縁深い場所だとか、えーね、元社長の藤島ジュリー慶子氏を含めた一族が別宅を抱える構えるハ,マハワイは、休暇を過ごすために訪れるお気に入りの地、また嵐のデビュー会見、1999年をホノルル沖のクルーズ客船上で開いたように、仕事面でも何かと重宝される場所でした。 それを示すように、ジャニーさんは10名程度のジャニーズジュニアを引率しては、たびたびハワイツアーに連れ出していたのです。ジャニー北川さんはね、10名程度のジャニーズジュニア、まあ、だから、スペ置きですよね、スペシャルお気に入りの10名程度ですよ、のジュニアを引率しては、たびたびハワイツアーに連れ出していたんですと。1998年3月にも、8時台 J テレビ朝日系の番組企画で、 滝沢市を筆頭に、嵐、カンジャニエイト、まあ、今はスーパー8と言われてますけど、山下智久、生田斗真ら、ジュニア黄金期と称されたメンバー25名がハワイ入り、歌や踊りのパフォーマンスやマラソン企画、また素顔が覗ける現地でのプライベート映像などが翌4月に放送された、これ1998年の話ね。ただ、芸能ライターが言います、ジュニアが宿泊していたのは、ビーチを一望できる高級ホテル。 収録では姿を見せなかったジャニー喜多川さんですが、彼らと同じホテルに滞在していたと聞きました。ここでもジュニアへの指導が行われていたのでしょうか。同じホテルでね、テレビには出ないジャニー喜多川さんですよ。で「週刊文春2023年9月28日号」では、200回にわたって受けたね、 の被害を告白した元ジュニアの大島幸宏氏が、ハワイでのジャニー氏の所業について言及、くしくも八時だ、J ・ロケと同年の1998年10月にアイドル雑誌の撮影で現地に滞在した時のこと、レストランでの食事やショッピング風景など、旅行気分で満喫するジュニアたちを撮影するスタイルで、他に漏れ,漏れず、ハワイを楽しんでいた大島氏だったが、ねっ。 ホテルで朝食をとった後に「言うちょっと待って」と呼び止められた。ジャニー喜多川からね。で午前中からジャニーさんにやられるんです。ことが終わると行っちゃいなと解放される。ハワイだとジャニーさんは普段より欲望丸出しというか一日一回どころじゃなかった。同行した先輩に,に相談するも「お前はデビューできるかも」との言葉に愕然。 つまり、先輩に相談したわけだよね、大島さんは、当時、ジュニアで被害者だからだよね。そしたら、先輩がなんて言ったかって言ったら、お前はデビューできる,デビューできるかもって言ったんだ。だから、先輩知ってるんだよね、何をされてるか。この先輩とは誰なんでしょうね。まあ、なんとか、そのジャニー喜多川氏から逃れようとするも、以後も止まることはなかった。 そんな講師にわたってジュニアをハワイに連れ出していたというジャニー北川氏、各有週刊女性も2003年3月に成田空港でジャニー氏、えー、ご一行の姿を目撃している、出発ロビーで輪を作り、これからの旅に夢を膨らませているのか、まるで修学旅行生のように盛り上がる10名ほどの少年たち、そんな彼らを遠巻きに見つめるどこから情報をつかんだのか押し寄せた大勢の追っかけファン。 彼女,彼女たちのお目当ては2002年にタッキー翼としてデビューしたばかりの滝沢氏だったのだがそんな空気を察してかお供を連れて空港内で別行動をとっていたのだそしてチケットを片手にせわしなく空港内を歩き回るグレーのスーツを着た初老男性そうジャニー北川氏だ各種手続きを済ませるとまるで生徒を引率する先生のように空港内の特別待合室方面へ ジュニアたたちを連れ立ったもちろんハワイ入りしたジュニアの全員が手にかけられたわけではない中にはハワイに連れてもらえな,連れてもらえなかったああのあそれでもデビューできたジュニアもいる2020年2月日本放送春風亭翔太と乾チ美子のラジオビ,リビ,ビバリーヒルズに出演したのは 前月に SnowMan と同時デビューしたばかりのストーンズ・京本大我、ジャニー氏から厳しく育てられたというエピソードに添えるように、こう言った。ジャニーさんはハワイにもジュニアをよく連れてったりするんですけど、僕も連れてってくださいって言ったら、親父に連れて行ってもらえよって言われて、まあ <laughs> ね、それからジャニーさんにハワイってワードを言えなくなっちゃって。まあ、京本正樹の息子ですからね。 えー、ジャニー氏といえども、オいイ・ソレと京本正樹の息子を帯同させるわけにはいかなかったのだろう。で、この芸能ライターさんが言います、えー、北,北川氏のター,ターゲットにされていた,のかいたのは、どちらかというと、おとなしい、まだ右も左もわからない少年たち、えー。合宿場でも強く拒否反応を示せば、それ以上は触れてくることはなかったと言います。 普段のレッスン時に被害を訴えなさそうな少年を選んで、そしてデビューを餌にしていたのかもしれません。そして親元を離れる海外はうってつけ。ね、もう何度も言いますよ。親元をは、ね、離れる海外は、加害するのにうってつけ。好都合ってことですよ。 収録や撮影にこつけて誘い出し、夢と希望に満ち溢れた少年たちを欲望丸出しで食い物にしていたとしたら、被害者にとってハワイは思い出したくもない地になっているかもしれません。少なくともトゥー b ー所得タレントにとっては笑顔を見せられる場所のようだ。まあいろいろ示唆的だけども、ここまで。 子どもたちを餌食にしてたジャニー喜多川問題っていうのがあるのに、それに全く滝沢さんは、まあ、言及しないどころか、自分の事務所ですら、いいですか、旧ジャニーズ事務所、スマイルアップは、抽象的ではあっても、再発防止策はちゃんと公式サイトに載せているのに、TOBE のサイトはそういった再発防止策、子どもを傷つけないための対策を、一行たりとも、一時たりとも載せていないんですよ。 これは自分たちが加害者、あるいは被害者の自覚がないというよりも、それに目を背けたいというふうに取られてしまっても仕方がないよね、そうすると困るのはウィンクファーストのような、これから仕事をしていくって人は仕事を取りにくいってことなんですよ、未成年であるうちは。親御さん、あのウィンクファーストの親御さんたちもちゃんと理解した方がいいですよ。 だって万が一売れなかったときはいろんな問題が生じますから。名前と顔が出ちゃって、金持ってんだろうっていうふうに思われたら、何が起こるか想像にね、すればわかりますよね。で、だからこういうね、あのー、再発防止策っていうのは、2B に限らず、何度も言いますけど、2B に限らず子供に仕事をさせる芸能プロダクション。 あるいは芸能プロダクションじゃなくても子供に仕事をさせる企業はすべてちゃんと自社のサイトで私たちはちゃんとここまで子どもたちを守る対策をとっていますよっていうのを公表しなきゃいけないんですよ。特に子供が全面フロントに立つ芸能活動に関しては子供がが本名とさ顔が出ちゃったら小中学生のタレントにとってはどうしたらいいんでしょうね。 学校でいじめに会うかもしれないわけだ。ね、ネットから中傷されるかもしれないわけだ。どうしたいんですか、思春期な子の男の子たち、子どもたち。だから僕はね、ちゃんと彼らがもし被害に遭っ,ってもなかなか厳しいっていうことも含めてさ、子どもの立場から物を考えてほしいなと思って毎日しつこくこういう動画を撮ってるんです。で、ウィズオンラインが3月26日にこんなふうに。 あの記事が出ました性被害を打ち明けられない子も子供を性犯罪から守るために親ができる2つのことっていう記事です。短いんでちょっと聞いてくださいね。保育園入園、それはつまり育児と仕事に追われる日々のスタート。保育園の洗礼って何保育園の生き、えー、しぶり、どうしたらいい生きしぶりっていうのは行きたくないよっていう風にね、子供が言ったりする、僕もそうでしたけど。 お友達とのトラブル、親はどうするべきそんな不安を感じるママパパに送る保育園1年生、6人の保育の専門家たちと60人の先輩パパママたちの知識や情報、ハックなどをまとめた秘伝の書から育児と仕事を両立させるコツを一部紹介しますというものです。えー、保育園や習い事の場で起こる子どもの性被害のニュースを見ると心配になります。 この質問に答えてくれるのは、新生児会、小児会の今西洋介先生。えー、ね、子どもの,、ね、あの性被害は、表面化までに時間がかかるという特徴があり、それには理由があります。2021年に子どもの性害に特化した実務者への調査が行われました。加害者の多くが子どもと関係性のある人物であることが分かりました。 ね、いきなり子供がどうってわけじゃなくてやっぱりね加害者の多くは子供と関係性のある人物なんです。ね、これ残念だけどあの人に人の加,害加害者の2人に1人は親族ですからね親とか兄弟とか親戚とかね。 子供の生活に深く関わる人物が加害者であった場合、子供は被害を打ち明けることで加害者に迷惑,迷惑がかかるのではと心配したり、自分の生活基盤が揺らぐことを不安に思ったりします。これ何言ってるかっていうと、例えばお父さんが自分をあのギャーしてくるって言って、じゃあお父さん警察に訴え出たら、お父さん働き手だから、 ね、毎月の月給がもう入らなくなるわけだよね、逮捕されちゃうと。だからせ、家の生活ができなくて、自分が飯が食えなくなるから、自分の加害した親であっても、ね、あのー、他のね兄弟とかさお、お母さんとかにも迷惑かかるから、だからひ被害が言えないっていうことがあるよって言ってるわけ、恐ろしいことにね。それはジャニーズ問題も同じだよね。自分が所属してるところの社長から ね、やらせろよって来た時にそれを拒否してしまったら自分は「あんちゃおめえはスターになれねえよ」っていうことで何のために努力してきたんだってことになっちゃうよねでそういう利害関係が絡んだり生活とか人生とか絡んだりすると被害を言い出しにくいってことなんですよでまた多くの子どもは性の知識をほとんど持たないため受けた行為が加害であるつまり被害とか加害であると認識できないことがあります よって健在化しづらいんですと。確かにね、教えないからだよね。で、子どもを性犯罪から守るためには、保護者と社会が一体となることが必要です。でしょだ僕が言ったじゃん。 保護者が納得してればいいやじゃないんだよと、社会も一体化しないゃいけないから、僕は、滝沢秀明さんに、TOBE がジャニーズと違うところは、きちんと私たちは具体的な対策を取っていますと公表するの、公表することで保護者だけでなく、ね、社会に向けての信頼というのを勝ち得るんだよと。 で社会的な取り組みとしては日本版 DBS 制度が検討されています。日本版 DBS に関しては他に動画を撮ってあるのでそっちを参照してください。保育園や幼稚園学校で働く人に性犯罪歴がないかを証明するというものただ社会で守る体制はまだ十分と言えないのが現実残念ながら親が2つの方法で自衛していく必要があります1つ目は性教育です。 正しい性の知識を身につけることで、被害に遭った場合に大人に SOS を出すことができます。2つ目は、子どもからの SOS を親が見逃さず、専門機関に相談することです。受けた行為をそのまま親に伝える子もいますが、お腹が痛いなど、間接的に SOS を出す子もいます。様子が違うと感じたら、話を聞きましょう。 思いがけないことを聞いたとしても否定したり叱ったりせずに辛抱強く傾聴することが重要です。傾聴っていうのはねクソバイスをするんじゃなくてあの黙って相手ね子供の話を聞けってことですよね否定しないで。ね。でなんでここまでねあのちゃんと親も考えなきゃいけない時代になったかっていうとさあの。 この国ではさ、もうそもそも子供の人権と命を大事にする文化が歴史的にないって僕は何度も言っていますけれども、今もないんですよ。で、そうするとね、子供はまさかね、あのテレビや新聞で見るような、あんな傷つけられているようなこと、うちの子はまあないだろうっていうふうに思ったら、もうそこで思考停止してしまいかねないんだよね、親も先生も、恐ろしいことにね。 僕はそういうことに散々あの子供中高生が多いけどねうちあの、相談されてきました。なんでかっつったらさ、誰にも相談できないんだもん。担任教師に、ね、親からね、ギャーされてるんだって、担任教師に相談しても、それはね、と、お前がそう思うだけで、ね、本当はね、親心なんだよって言ってる先生が実際いるんだよ。僕ががだからそういうい子たちが 誰にも信用されないんだ、自分は本当に毎日とんでもないギャを受けてるのに。っていうことで、あのね、とそれ客観証拠が必要だから、先生を動かすためにも、スマホでさ、ね、親とのやり取りとか、あるいはさ、僕に対して、先生が何言ったかっていうのを全部、スマホのボイスメモで先生とのやり取り、録音してって言って送ってもらうのよ。で送ってもらうと、先生はおかしいって分かるわけ。 あこの人たち、教育についてはちょっと知ってるかもしれないけど、福祉については知らないんだってことがよくわかるわけ。だから、子供が親からギャーされるっていうのは、ね、先生ですら知識として持ってない。知識っていうのは、教科書を読むこともないっていことだから、実際にリアルタイムで親からギャーされてる子が目の前にいても、ギャーだって認めたがらないんだよ、先生自身が。 だから身近な人に相談してとか、ああね、気軽に相談してって言われても、子供は相談できなくなるんだで。毎日新聞がね、3月26日にこんな記事出してます。優しそうなお兄さんが、てんてんてん。我が子を性被害から守るためにできることっていう記事です。これは性教育なんだよ。塾やスポーツクラブの指導者らによる子どもへの、えー、性加害が後を絶たない。 言葉巧みに手なずける手口は性的グルーミングと呼ばれ、旧ジャニーズ事務所の、ね、問題でも注目された新生活が始まる春に向け、保護者は何に気をつければいいのか、精神保険福祉士の、ね、斉藤あのあ、この方はね、ちょっと大事なんで名前確認しとこう。あの、えっとね、えー この人、フルネームはね、あれ、なんつったっけな。あ、斎藤昭義さんですね。斎藤昭義さん。文章の章にね、佳作の佳って書くんだけど、斎藤昭義さん。斎藤先生、精神保健福祉士のね、えー、方に話を聞いたと。で、女の子だけでなく男の子も被害にと。で、性的グルーミングとは何ですかと聞かれて、斎藤先生が言います、えー。大人が子供に性的な目的で近づき、信頼関係を築いてから、 子どもに関わる仕事をしている大人が加害者になることもあるね子どもに関わる仕事っていっぱいありますよ学校の先生もそうだし塾の先生もそうだしねあるいはなんだそれこそ小児科医とかもそうだしいっぱいありますね子ども向けのおもちゃ売ってるおもちゃ屋さんとかもそうですよね で、SNS やオンラインゲームを通じて知り合った子どもに裸の画像を撮って送ってこいよっていうふうにやらせたり、初対面で言葉巧みにトイレの個室に、えー、トイレの個室に誘い込み、体を触ったりするケースもあります。女の子だけでなく男の子も被害に遭います。じゃあ、どう見分ければいいんですか、加害者をということで、斉藤先生言います。私のののの勤務先ククリニックに通う子供へのね、あの けあの子供への性加害経験者のうち約3割は子供と関係のある、えー、職業についていました。彼らは物腰が柔らかくスマートに性的意図を隠しながらターゲットに近づきます。子供からは優しそうなお兄さんに見えるでしょう。見た目では判別できないんです。で、加害者はどのように手が子供を手なずけるのでしょうか。これみんな覚えろではいいね。アメリカの研究で5つのプロセスが示されています。1 まずはターゲットの選別。ね、自尊心が低い孤立している貧困状態にある父親的な存在を求めているなど性被害にあっても周囲に助けを求めにくく手なずけやすい子どもの性格や家庭環境に目をつけます。ねねこれジャニー来たからそ,そのものじゃ。 2番目、子どもに近づくため、スポーツや習い事で指導的立場についたり、子どもと接するた職場で働いたりします。家族は君のことを分かってないね、などと吹き込んで周囲と引き離そうとします。はい、3番目、子どもを褒める、ゲームの有料アイテムをプレゼントする、恋愛感情を利用するなど、特別感を演出しながら信頼関係を発展させます。四番目、少しずつ性的な発言をしたり、膝に乗せたりして、子どもの感覚を 麻痺させます。これは性教育だなどの理由をつけ、歪んだ価値観をすり込むこともあります。五番目ね。えー、っとね、性加害後にお母さんが悲しむから言ってはダメだよと口止めしたり、金銭を手渡したりする場合があります。飴と鞭を巧妙に使い分け、子供の心を支配するのです。私はよく加害者はマジックを使うと表現しています。 まあ実際ね、ジャニー北川も行為の後に、はい、タクシー代って言って、5000円だったり、5万円だったり渡してたっていう証言が、被害者から出てますよね。えー、なぜ子どもの信頼を勝ち取れてしまうのでしょうか、えー、斉藤先生が言いますが、えー、彼らはカウンセラー並みの傾聴力を持っています。 えー、子どもの悩みを受け止めそれは辛かったね君は悪くないよなどと相手を絶対に否定せずに共感的理解を示し根気強く信頼関係を構築していきます日頃から親の注意や声がけをう口うるさいと感じる子どもや自尊感情が傷ついている子どもにとっては加害者が唯一の理解者になりえてしまいますねこれすごく重要なことだよね日頃から親の注意や声がけを 口うるさいと感じる子どもや自尊感情が傷ついてる子どもにとっては、ね、加害者者が唯一の理解者になり得てしまうんだよだからさ、残念だけど、投ー横の中でトー横ズをまとめてたさ、お,、ね、お兄ちゃんが、まあ、逮捕されたりしたけれども、ね、親とか先生とかからやっぱりなんていうかな。 まあ自己評価を低めるようなこあ扱われ方をした子供は、東横期立に集まって、えー、いると、まあ、ハウルと自称してた、まあ、お兄さんのが唯一の理解者になり得てしまうわけだよね。恐ろしいことですよ。 オンラインで被害者と初めて接触してから実際に会って性加害に及ぶまで5年間かけた人もいましたただ、傾聴の裏には子どもと接避をしたいという願望が潜んでいます、えー、身近な場所にリスクがあるとすれば保護者はどうすればいいのでしょうか、えー、難しいのが子どもが加害者と一対一になるタイミングですと保護者が直接介入できず狙われやすいんですと。 旧ジャニーズ事務所創業者の高ジャニー北川氏は、母子家庭や地方出身者など、経済的な問題を抱えて事務所に依存しがちな少年らをターゲットに性加害をしていたと指摘されています。ね、子供と二人きりになろうとする大人には気をつけて、トイレは資格が多くて危ないよと子供に危ない状況を具体的に教えることが有効ではないでしょうか。その通りなんですよ。だから、2B がちゃんと。 あの再,再発防止策を作ろうとしたら、具体的でないといけないんです。ね、だから旧ジャニーズ事務所は、ね、抽象的な再発防止策は言ってるけど、うちは具体的に書きますよってやらなきゃだめなんです。ね、また 親や身近な大人から肯定してもらえず寂しさを抱えている子は自分に関心を向ける大人に心を開きやすく加害者のターゲットにされるリスクがあります被害の未然防止や早期発見には加害者側の特性を知ることと親子の基本的なコミュニケーションが大切です。うん、これ分かるんだけど斉藤先生と。ねその親子の関係がまずかったりするとどこに帰ればいいんでしょうかねって話になっちゃうよね。 注目したいのが心身の健康や人権について、えー、幅広く学ぶ包括的性教育です。水着で隠れるプライベートゾーンを人に見せない触らせないなどの知識のほか性的同意や性的自己決定権について親子で学ぶことが重要です。その通りですもし子どもが性被害に遭ったらどうすればいいのでしょうか、えー、子どもの被害で親の心も深くつ傷つきます。 パニックになってしまうあまり被害を否定するようなことを言いたくなるかもしれません。ぐっとこらえて、まずは冷静に子どもの話を聞き、えー、被害について相談できるワンストップ支援センターなどの専門家を頼ることが重要です。まあ、そののの通りです。ななんだけどども、も大事なのは子の話 あるいはかつて子どもの頃に被害に遭った人たちの話をちゃんと聞くっていう機会がないように思います。特にリアルタイムの子どもは誰かに話すってことが本当に誰に頼ればいいかわからないっていうのが正直なところ、ワンストップ支援センターの、ね、専門家なら安心だっていう根拠がわからないので、そこに行くっていうことがなかなか難しいです。もちろん中高生ぐらいのの、年齢の えー、被害者であれば僕は経済的自立の方法を教えた方が早いと思います。でないと体を売るしか方法がないっていうのに勘違いしてしまうんで体を売らなくても同じだけだけの,あのお金は得られますそう。そういうことはちゃんと学校で教えられないなら民間で教える方がいいよねって僕は普通に思いますね。で実はねその 子どもはなかなかその人前で被害を言うのは難しいけれど、被害を自覚した、もうすでに大人になってるっていう被害者の方々の、あのなんとか実情だったり、気持ちだったり、生きづらさだったりを聞く機会って、確かになかなかないかもしれない、まあ、僕はあの親からの被害に関しては、えー、被害を受けた当事者のが自ら自分の体験を話すっていうことをイベントとしてやってきました。もう5年以上やってましたよ。 でジ,ャニジャニーズ問題に関してはあのー、そろそろそういう動きが人前で、つまり一般人がちゃんと、えー、ジャニー喜多川の被害者の話を聞くという機会がこれから増えていくと思います。というのは、ワニーズアクションという、ねまあ、団体が立ち上がるということで、4月6日に、えー、の午後1時から4時まで、えー、新宿で、えーえーまあ、トークライブだよね、が開かれます。で カタカナでワニーズアクション、ワニズアクションで検索するとあの、ネットから予約できることが分かります。ワニーズアクションのキックオフイベントです。子どもの性暴力を根絶する、あなたが生きるこの社会、この世界を未来の子どもたちに託せますかっていうね、あのサブタイトルがついてて、えー、入場料は一般1500円、学生500円です。んであの、新宿で行われるんで、細かいことはちょっと検索してみてください。 というわけで、今日もね、ちょっと話をしてきましたけども、あの子どもの頃に被害に遭うっていうのは、本当に被害の自覚をするまでに時間がかかってしまったり、相談できないまま、大人になっってて泣き寝入りりしたりってことが多いんです。なので、皆さんね、お願いですから、こういうね、ワン・イズ・アクションが勇気を出して、人前で話すという機会には、ぜひあの参加してみてほしいなと、僕は思います。 皆さんはどのようにお考えでしょうか。あちなみにワニズアクションのイベントはオンラインも,オンラインもあるみたいなので検索して、えー、オンラインで見ることもでき,できるようですね。少しでも一人でも多くの方があの被害者の気持ちに立って、えー、物事を見てもらえると僕は嬉しいです。皆さんはどののよううにお考えでしょうかかかぜひこのこっち側かなあこっちちなな <laughs> <の> <laughs> 動画の下にある共有ってところをクリックして、Facebook や、ね、X、LINE などにこの動画を拡散していただけるとありがたいです。みんながこういうことを議論し始めることが大事だと思うのでね、そんなに難しいことじゃないと思うので、共有っていうのを押して、ぜひ拡散していただければと思います。で、こういう話大事だなと思ってもらえたら勉強になったよっていうことで、ういいねのボタンね押し,押してくれるとありがたいですね。それと、あのこの辺から これから僕の顔写真が出るところにあの、クリックするとですね、チャンネル登録ができます。チャンネル登録をすると、あのチャット欄にかけたりしますので、ぜひあのチャンネル登録をお忘れなく。えー、ということで、毎週金曜日夜9時から生配信もしてますので、ぜひあの、このチャンネルを見てもらえるとありがたいです。 ああメンバーになるっていうのをね、この辺、あこの辺かなこの辺にメンバーになるっていうのを押すとあの、一般の人では見られないメンバーのみの動画も見られます。ということで、また見てくださいね。もう一ね。